おはようございます。おはようございます。おはようございます。クロバラ軍団のリノです。J ボーイズのヒロシです。J ボーイズケンタです。さあ始まりました、はい、始まりました。スダマのお時間でございます。はい、本日はですね、福岡県にございますゾン本庄店さんで実践でございます。はい、でですね、はい、早速、このクスダマのルールを、はい、藤崎マーケットの2人にちょっと違います。それはもうなしです。はい、藤崎マーケットも多分今までで20回ぐらい言われてきてるんで、いじられすぎて。藤崎マーケットじゃないんですか。じゃないんですよね。博士と、はい、健やか太郎。健やか太郎。まあ博士も20回ぐらい言われてますし、はい、僕初めてなんですけど、なんかスタミア太郎みたいな。健やかっていう健康の健康の健やか太郎にちょっと説明してもらおうかな。はい、お願いいたします。はい。この番組はですね、はい、サマイ数1000枚を目指す、番組になってまして、うん、はい、プラス1000枚を、はい、取りますと、はい、なんと九州の名産品を視聴者の方に、はい、見られてる視聴者の方に、はい、プレゼントするという企画になってます。はい、今回はですね、はい、福岡の、はい、まあ、名産品といいましたら、うん、やっぱりラーメン、はいはい、ラーメン、そうですね、はい、豚骨ラーメン、博多ラーメンになりますね。こちらの、セットをですね、はい、視聴者の方にプレゼントいたします。はい、でさらに、うん、2人合わせて万枚を達成すると、なんと九州旅行をプレゼントいたします。はい、これ1名様、はい、これ1名様ですね。いや、そこを目指したいところなんですけど、はい、その前だから本当に今寒いんで、はい、2人大丈夫、ちょっと白くなってるけど、ちょっともう乾燥してきたし、そろそろ鳥肌が混ぜるものになったんで、本当に寒いですよね。まあ、今1月初めなんですけど、はい、収録がね、はい、ちょっとまあ寒いですね。まあ、頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。このくす玉が、今回で5回目なりますかね。5回目というところで、前回まで4戦してるわけじゃないですか。はい、何回1000枚を超えたんですか。はい、1000枚超えたのは1回だけですね。初回だけです。初回のみ。はい、8につながる動きをできてなかったってことですね。そうですね。ということは、僕、クロバラ軍団リノ来ましたんで、はい、僕ガチガチに今日剣しかしません。はい、実践時間がまあ大体、はい、まあ今日は12時から18時、はい、まあ、休憩挟んで大体5時間くらいですかね。そうですね。5時間前後ぐらいの実践できるんですけど、はい、最悪、はい、5時間券あります。5時間券あります。あの伝説のあのクロバラの会を一応ね、5時間もしてますんで、本当に実際してますんで、はい、あり得るぐらい、はい、今日はね、僕はちょっとちゃんと、はい、勝ちに徹して2対1ある台を打っていこうかなと思うんで、はいはい、2人もね、はい、ちゃんと今日はそうしていこう。そうですね。ちょっと本当に今までちょっとあのクロバラの方たちを、はい、ちょっとね、意味ないじゃん、クロバラ来てる意味がない。下げ済みすぎたんで、よろしくお願いします。本当に頑張りましょう。なのでおのおのでいいと思います、はい、その、はい、自分たち一応あれでしょ、勝つ動きはできるんでしょ。そうです。はい、でしょ、はい、もちろんです。タンクトップだけど、はい、タンクトップだけどできるんでしょ。寒いけど、うん、できるんでしょ、はい、大丈夫です。じゃあ OKOK、はい、じゃあそういった動きを、はい、今日はしとこうっていう、ね、はいはい、ところなんですけど、はい、まあこのくす玉、はい、実践が2人しかできないんですよ、はい、そうなんです。で、ね、僕はもう実践できるんですけど、はい、まあマーケットの2人が、マーケットの2人、もう1人しかいないですよ。もうマーケットでいいっすよ。マーケットでいいっすよ。マーケットってもうマーケットマーケットの2人のうち1人が、はい、そうなんです、うん、しかできないんですよ、実際が、はい、で、スタッフさんからですね、ほう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 、このなんかこれ前回今まででね、なんか見たことあるな、このパターン。まあ、ということは、はい、当たりのね、当たりがどっちかに入ってるんじゃないかっていう流れじゃないですか。なんで、ちょっと選んでください。もうこのまま渡されたんで、いいですよ、そうですね、もう。どうぞどうぞ。前回、俺先選ばせましたね。あ、そうだね。いい、今回は、うん、俺から。じゃあ、2分の1を引き当てるように、うん、多分こっちで。うん、あ、じゃあ、はい、いいの、本当にいいの。もういいっすよ、これで。もう、お10日は一度かね、決めたことは曲げないんで。じゃあ曲げて曲げます曲げましょう曲げますわ簡単やん曲げますわオッケー。じゃあじゃあこれでいただきます。これで行きましょう。はい、じゃあこっちも戻って、というわけで、うん、まあね、結構前みたいな感じであれかな、当たり裏方どっちかに入ってるっていう感じですね。はい、じゃあとりあえず開けてみてください。いいですか、一緒に開けてみてください。いや、なんかあんま書いてあるね。はいはいはい、あ、すいません、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。せーのでいきます。はいはい、せーの、どっち当たり、アイス早く。いや、何これ？これ、え、当たりとか、え、何これ？当たりじゃない？アイス早く。え、当たりじゃなくて？え、なんかアイス早くって。もう、早いっす。渡され。何これ？え、何これ？え、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 
はい、はい、早食いを、まあ、した方が出演権を得れると。先に食べた方がってことですか。そういうことですね。なるほど。この、はい、このこの状況でアイスを食べさせるという。そういうことみたい。なかなかですね、鳥肌なかなか立っとるのに。相当寒いよね、今日。相当寒い。また言うけど、一応1月初めでこれ収録。寒いよ。なるほどね。なるほどですね。ということなんで、はい、とりあえずは開けてください。はい。大丈夫唇。はい。ピカピになってるんですけど。大丈夫。しかも、結構、アイス多分外の置いてあるのに、全然溶けてないみたいな。こんだけ、こんだからカチカチまだ。まあ、時期が時期だけ。時期が時期だけですね。ですね。あ、ということで、まあ、これを、はい、先に食した方が、はい、もう出場権を得れるってなりますので、早速、はい、いきますよ。僕は用意ドンと言ったから食い始めてください。わかりました。それでは、ドン。あ、どうした？これ食わんといいよ。あー、歯が痛い。二人とも30超えてるよね。カズの大好きな僕。歯が痛いよ、マジで。いけるで、最後。あ、健やか太郎。健やか太郎や。あ、飲み切った方がいい、方がいい。飲み切った方。先に飲み切った方ね。うんって。あ、博士？博士行った？博士やね、博士や。今回博士。あの、めっちゃやばいよ、はい、唇カサカサやね。超緊張して唇がやばいね。だってほしいということで、まあヒロシが出場権を得たので、まあ今日は、まあ、僕とヒロシでね、二人でなんとか、プラス1000枚です、ね、そして立ち回りになってくるんですけど、はい、先ほども言いましたけど、正直ね、万枚っていうのはその都度のラッキーでしか出ないんで、はい、AT 級等が何だろうが、だから確実に1000枚を、はい、1000枚を取ってこうじゃないか。そうしましょう。そういった動き、1000枚目指しましょう。今日はそこをね、前提に動こう、はい、そうですね、はい、じゃあ早速、まあ、この2人かわいそうなんで、はい、始めましょう。早く、はい、行ってまいります。よろしくお願いします。寒いやな。早く車を乗ろう。近く花瓶が範囲ですね。おはようございます。よろしくお願いします。ホールの中はあったかいっすよ、本当に。おはようございます。おはようございます。こっちがメインで、ちょっとデータ、ちょっと本当に今日勝ちたいんで、最初データ見ます、真剣に。これも2日連続へこんでる。どうしよっかな。とりあえず一旦キープして、ちょっとまだ全然周り見たいと思います。ありがとうございます。お願いいたします。皆さん何行くの。あー、まあ絆ね。マジ絆はね、その万枚とか目指せれるんですけど、正直ね、荒いというか、やっぱり6一本釣りじゃないとやっぱ厳しいんですよね。ちょっとじゃあデータだけ見てみます。ちょっとどんな感じで設定入れられてるのか否かっていうのとかもちょっと確かめて大選択していきますわ。全然3枚上げね、出てる台とかも全然抑えてるんで、こうなってくると上げなのか、そのまあ背置きとか狙い方がわからないんで、まあ、リスク高いかなと絆では思うんで、他の台ちょっと見ていきます。絆ちょっと僕やめときます。朝一は。あー、なんか健太がなんか見つけてる。リセット濃厚台です。あー、本当だ。天国やめなんで。天国やめじゃん。はい、リセット、前台リセットするか否かとかわかんないんですよ、そのメイン機種に関してってなってくると。ありやね、30に回すだけでもありやもんね。健やか太郎を信じてちょっと抑えちゃおうかな。健やかに台を抑えました。うん、角台で毎着3 8600、まあでも6ではなさそうっすね。これ角台なんだよな。あ、でも全然ありえる。ビッグの引き弱でレギュラー走ってる。あるな、あるえ、これ。あ、角台強いかも。角台強いかも。角台強いですかね。それど、なんで、なんでうなずいた。どういった根拠でその角台って結構全部強いですか。角台なんで俺に聞くん。教えてください、ヨロさん。勝ちたいんですよ、今日。なんか
あのね、やっぱり A タイプを主体に見るのがいいじゃん、まあ、設定狙いっていうのは、で、まあ、ここはちょっと違うんだけど、はい、まあ、これはまあレギュラー走っててガスは悪いんだけど、まあ、ビッグの引き用は、はい、まあ、タイプだからビッグはまあ設定差ないから、でしょ、これいいで、はい、これどう、これとかもまあまあついとるやん普通に。ああそうですね、サマイはそこまでやけど145ではよくはないけど、可動付近狙ってみるのもありやない、こういった傾向あるような台があれば、はい、抜けれれば、まあ、攻めてみるのありかなと思うから、一応あの一般のお客さん、常連のお客様は、うん、全部2日連続へこみ台を取られてるんですよね。あ、本当に？あのバジ絆とかに関しては、でちょっと僕それにのなんか気づいたら、僕バジ絆のところにこう抽選券を置いてしまってるんですよ。万枚狙い、万枚狙いすんの、とりあえずあの1000枚狙いなんですけど、うん、いけるでしょ設定が良ければいやだから、え、そう、そう、あの、違う違う、あのね、はい、設定よけりゃ全ていけんだよ。そうですよね、そう、設定を取るまでの過程が必要なんだよ、はい、そうですよね、勝つためには、はい、そこだよ。ちょっと僕あの後ろついてっていいですかどういった感じたどういったあのいやいやでも 俺 言うとくけど、はい、俺朝台押さえたの、はい、あの健やか太郎のでらしいですよ、ちらっと聞いたんですけどなんか前日天国闇の台かなんかを健やか太郎に教えてもらって取られたって聞きました。相棒健やか太郎っていうな、そうちゃんと名前あるからケンタだから、健やか太郎は僕には教えてくれなかった、それを。そうだから、はい、ずっとなんか一人で突っ立ってからそうこれこれみたいなまあまあとりあえずは、はい、あれしよう、もうちょっと回って、そうですね、じっくり剣もありなんだから、はいはい、そうですよね、それぐらい大選択して、ちゃんと打ち出そう、そうですね、うん、はい、オッケー、まあ多分俺、ね、お気の利くけどね、あー了解です、はい、はい、あーでも稼働とかその回数見ると結構甘く、全般的に A タイプもジャグラーコーナーがですね甘く使ってるように見受けられるホールさんですね、これはもう稼働率と回数 見るだけでも、あとでこれはねジャグラー攻めることになりそう、今日は。あ、こちら、ご苦労ご苦労、おっす、ご苦労、お待たせしました、ご苦労やで、おっす、健やかが決めた台で健やかに行くで、今日はよろしくお願いします。まずは30、まあ1ゲームやめなんで前日が31ゲーム以内で光っていただけると嬉しいですね。で、隣の方、朝日3ゲームでペガリンチョしてますね。もしかしたら前代リセットなのかも。まあ31ゲームまあ天国分ですね、まあ、抜けちゃいました。まあ広志は朝日バジリスク絆抑えたんですけど、あ、どうなんすかね、やっぱリスクが高い分ね、この一発の AT で設定差ないところというか引いちゃえば、もちろん1000枚以上なんてサマイ数で全然出ちゃいますし、その代わりね、やっぱりね一番上を積もるね、やっぱり大事だと思うんですよね。まあ頑張ってほしい。あれ遅れてない、あれ遅れなかった、わかんねえけど、ヒロシの話しとったらあれどうだろう、ああ遅れとった、47ゲームでございます。あ、ビッグ通常転敗、うん、まあ何の示唆もねえですけど、とりあえず当たったんで32ゲーム以内、32ゲームまではしましょう。まあホール状況を考えると沖ノ木の島自体は前代リセットの可能性高いかなと思うんですが、まあ、この台自体が今モードがどこにいるかわからないので、まあ32ゲームで沖ノ木はやめまして、他の台のまあリセット状況だったりとかを見に行こうかなと思います。ここら辺とか1枚掛けでやっとく、学輪帳チェックしとく、うん、やります、わからん、あともう1枚掛けで学輪チェックはされてないね。自分で回したのと県で見たので合わせて6台ぐらい見てるんですけど、絶対学輪したって台が1台もないってことは、多分このねあのデータを見る限りは間違いなく下げたり上げたりしてると思うんで、
やっぱ出目変えてるくせえなこれ。奥野の剣転生の章誰も回してないですね。絆はもう満々大なんですけど、で出目を見ると普通に DDT 出目なんで回してないような気がするな、分かんないけど、あのジャグラーコーナーだけあの前代、1ゲームホール側で回してたりとかするホールが結構あるんで、ちょっと確認します。2台ぐらいしとこうか、行きます。あのバリバリの学運長、バリバリの学運長でございました。で、3ゲームぐらい見て即前兆あるか前代見ていきます。こうなってくると多分全部学運するような気がする。学運長なんかいた。はい、2ゲーム宮部氏強チェリーでございます。はい、7部氏ケア87部氏まで。この奥野の剣転生の章は169ゲーム348部氏でやめまして、一応隣のですね転生の章まだ直前兆見れる台ありますので見ていきたいと思います。10台ぐらい一人で二の後ろの11台目これ耕して何も起きてないのもちょっとね残念ですけど、まあこれはねまあしゃあないところですよね。おっ、なんかいた。おっ、金いた。あーこれ強制解除や、あるで。3ゲームサーベージあるで。あ、これ強制や。11やべしで、ここで決まります。はい、強制解除。健やか太郎言ってた通りやね、当たった。 OK、 なんでやねん、なんでや。とりあえずグリーン、いきます。ブロッコ以上で終了勝負。ワオ、あー、マジか、マジで。おっ、4個勝利で継続、残り2個ですかね。まあ、この転生の章、まあ、初当たりゲットできたんで、で投資家僕7音でしょ、全然2000枚ぐらい出ますから、ね、レベル良ければ。ただこれ今日の、はい、このターニングポイントというか大事なところだから、はい、この3個ちょっと継続させちゃってよ、できんじゃないの。僕ですか、うん、できる。あ、できます、できますよ。はい、じゃあちょっと頼むわ。あ、僕です、頼む。いいですか、楽勝。あ、まじ、あ、か、じゃあ頼む。じゃあ勝負玉3個あの継続させればいいみたいなんで早速いきます。大丈夫、大丈夫。そうでした。でも俺今すげえなと思ったけど、勝負リベリーがいて、で継続したらかっこよかったし。ですよ、あのそういうところあるんですよ。あるの、あの爪が甘いっていうか。じゃあまあそこは強くなっていこう。俺も任したから、はい、俺の責任でもあるから。オッケーオッケー、面白いです、頑張ろう。まあとりあえず投資が7本なんで投資はまくっております。で、即前兆もないんで
この台は2ゲーム2アベシでやめまして、次なる期待値求めていきたいと思います。正直今期待値ある台ないんで、そうなってくると、まあオープニングでも言ってたんですけど、もう剣もありかなって。ちょっとの時間で期待値確実に出たところでごっそりいただく方が、僕ここから剣の時間に参ろうと思います、うん、入っちゃいます、うん、はい、じゃあ打っていきます。まあ、前回に引き続きバジリス絆なんですけど、正直迷ったんですけど、結構常連のお客様がほとんど絆に行かれてるんで、ちょっと僕もそれに乗っかって、もしかしたら早めに見切るかもしれないです。壇上屋敷行きましたね。これリセットっすね。リセットは間違いない。僕さっき合格いったけリセットと思ったんですけど、よくよく見たら前日最終ゼロ回転やべっすね。なんでバージリスクチャンスの後すぐやめられてるんで、これ分からなくなりました。分からないっすね、正直言って。210ゲーム、マクロドオタルビー、これはそうやな。213ゲーム、DC 確定。あー、まあ同色ですね。同色なんで、玄之介でいきます、最初は。1001人なんで BT 確定ですね。一発目から良かったです。あ、3対5ですね。何効果が来る、巻き物ですね。巻き物です。いやー、引きたいよ巻き物。これ危ないパターンですね。4対4。一発目で行かれてる方が多いですね。なので、まあ、全然リセットはほぼほぼ間違いないですね。うわ、厳しいでしょうね。133ゲーム、448枚の獲得で終了ですね。終了ですね。234ゲーム、強襲に行く。235ゲーム、強襲に行く。赤移植ですね。エリンクが青。BT 確定です。
かちょっとおかしいっすけど、俺なんかどうしたんやろ、なんからしくないっす自分でも。264枚の獲得で終了です。39ゲームですね。アクチャンス確定。青一色か、コイントです。 LED は黄色、どうすかな。ここまで限度つけていきます。あ、2001人ですね、強い。62ゲーム278枚の獲得ですね。いやー伸ばせない。まあ、なんかさっきからもずっとこの辺の500枚前後を行ったり来たりですね。復活ももちろんなしと。伸びんなー本当。はい。次週か。まあ、正直まだ全然わからないとか。挙動的には全然まだいいんで、もうちょっと打ち続けます、ここない。で僕がね、はい、大体プラス20枚ぐらい、20枚ぐらい、うん、終わらしたんだよ。あ、こいつが真剣勝負終わらしたんだよ。あの歴史に名を残すぐらい引き弱いですよ、こいつ。いやでも僕だったら継続しますって言ったから。あ、偉そうに言いました。言ったんですよ。でも3ゲーム中、はい、2ゲームあの勝負リプレイ行ったんで。ああ、それも当たらずと。僕も投資かなーホームで350枚で、今多分下皿に400-450枚なんでプラス100枚ぐらいですかね僕。ああ、なるほど。まあでも正直余裕は一切ないね。ないっすね。いい勝負してるっちゃしてるんだけど、お互いには。だからまあ、僕の場合今天井層狙いメインでやってるでしょ、で設定狙いでやってるから、ね、この分かれ方自体はいいと思う、はい、いや今日はもう2人とも目指しましょうよ。千枚千枚でもちろん今日はってかいつもだろ。ましょう今日はってかいつもだろ。まあ確かにいつもでしただろ、はい、今日はって今まで来た別ちゃうやん。あの毎回ふざけてた今まで。なわけないじゃないですか。本気っすよ僕はいつでも。じゃないとこの格好しませんよ僕ら。本気じゃないと。この格好だからふざけてんじゃない。今日も真剣なんだよ。真剣ね。真剣ね。ここでもうね、このピリピリした空気を一回和ませようかなと思って。だからもうずっと張ってろ。一つ提案があります。何何何。来たんちゃったら。黒原軍団、リノさんクイズ。唐突すぎて、はい、ようわからないんだ。ここでやるの。今から僕がリノさんに関する問題を出します、はい、これはやってなんか意味あるの。ありますあります。あるの、はい、ああそう、じゃあ、はい、やるで、それにヒヨさんが答えてください。僕が答える、はい、正解はリノさんからお願いします。なるほど、はい、あ、これは場の空気を和ますためにやる感じ。一回ね、あのブレイクタイム、ブレイクタイム、はい、はいよ、じゃあ言います、はい、じゃあ、はい、リノさんが20代前半の頃にやっていたお仕事は何でしょう。当てるの、はい、一発。僕は4択出します。あ、4択、はい、4択、はい、A サラリーマン、サラリーマン、はいはいはい、B 居酒屋店員、居酒屋店員、ありそうやね、ありがちな、ありがち、ありそう、はい、C コンビニ店員、コンビニ店員、あり得るね、うん、D チーマー。さあこれ、あ、難しいなぁ。 A でもあるっぽいし、 B でもあるっぽい。仕事でしょ、まあ、C でもあるっぽい。 C は入るの、はい、C は D チーマー。さあ正解は、いやだからないよ、あの今で4択の中にないんです。ない、ない、ないんです。あの占領してたんで。え、だからそのなんか落ち着かのようにチーマーってお仕事じゃないです。じゃないです。あ、じゃない。 C までは全部お仕事だったんですけど、はいはい、D はお仕事なんですよ。あ、なんかチーマーって噂によると元チーマーだったって聞いたんですけど、いや21でやってないでしょチーマーを。まあそっちの方が恥ずかしいけど、10代ですよね。いや10代の頃は、まあ、チーマーをやってたかっていうかそれはどうでもいいけど、はい、だから誰だって悪いことするやん、はい、あ、そういうお年頃ですよ。まあ確かにですね、はい、だからショットって言ったやん、はい、チーマー入らんから。いや、まあ選挙とチーマーを選挙とされてる方ももしかしたらいらっしゃる。何何っす
チーマーの専業。チーマーの専業。初めて聞く言葉やね、それ。チーマーの専業。いや、もしかしたらいいですよ、ね。なるほどね。まあ一応専業はしてましたよ、はい、チーマーではないです。ーチーマーの専業はしてない。チーマーではなかった。専業はしてました。なるほど。そうです。尺作りやろ。尺作りやろ。ただ あのやれって言われたら。それ言っちゃうね。やれって言っちゃう。こちらディレクターすぐやれって言うと。カテゴリーの中に答えがちゃんとある。あー、了解です。なかったから今。でもなかったよ、結局。え、チーマーの専業で正解じゃないですか。それが正解。専業はパチンコパスロでの専業。言えたでしょ。チーマーの専業ではございません。言えたでしょ。ではね。しつこいよ。わかりました。こんなこと言ったら時間がもったいないやろ。そうっすよ。動け早く。そうっすよ。早く動け。おめえら早く答え。ほら。やるだよ、ほんと。オブドの件、転生のショーのですね、当日ノーボーナスで118ゲーム、118アベシ回していきたいと思います。はい、ということでこの台は261アベシでやめまして、次の台を探したいと思います。はい、3台目オブドの件、転生のショー、当日158ゲーム、694アベシ、めっちゃ期待値高い台押しておりましたので、正常狙いで打っていきたいと思います。281ゲーム875アベシ、ゲーは色はブルー、125アベシゲットで OK。 投資が9本アベシ、いいですね。で残りアベシが100。イエローのまんま。まあまあ頑張って食べたんだけど、はい、どう7個いけそう。あ、7個、ね、てか具体的に 5. ちょっとぐらいじゃん。はい、だからもう 130% ぐらいでクリアできるぐらいじゃん。 130% で、はい、できる。やる、いいですか、流す。いや、別に誰やっても一緒だし。はい、じゃあ勝負玉7個、省エネで勝ちようと思います。なんか言いちゃったんじゃないの。おお、じゃあここで勝負、勝負リプレイで勝って、はい、SP 入れよう。壊れた。よし、あ、安全。よし、あ、行きましたよ、さすが。あ、このまま、はい、やらしい、やらしい。あ、スタブからいいから、はい、これ何連できそう。これは大体15連ぐらいは。あ、15連はできる。できそう。はい、はい、10連にしときます。弱くなってる、弱くなってる。突き通せよ。15連で、ちょっと頑張って。じゃあ俺見守るわ。てか剣回ってくる、とりあえず。あ、俺、うん、頑張って。はい、いやー、なんか仕事ができました。嬉しい。後ろに先に15連するんですので、それ目指していきましょう。この手に大技そう。いやー、なんかいろいろ戦った後に出てきたらあれですけど、いきなり出るとなんか感情移入できないですね。さあ、2セットは。セット目。はい、このチャンス。少し姿勢もうない。トキさん、おお、やったぜ、トキさん。来たらし
ラの一発目に時昇天したんでしょ、しました、あのほぼ多分あのもちろん90濃厚かも、あーありますね、そうそういうこと、大丈夫だよね、大丈夫そうです、まあ、さあ行きましょう。1454枚になりました。でリノさんの投資が450枚なんで、プラス1000枚を超えました。でこっからの出玉をキープすれば今日は勝てると思います。さあまだまだ行くばい、ケンちゃん。あー終わった。41、すごいけど、はい、俺超待ったよ。いや本当途中から申し訳ない気持ちでいっぱいだった。すごいすごい、41はすごいよ。41、はあ、はい、ということで41セットを継続いたしました。素晴らしい、頑張りました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、本当に美味しいお酒をご馳走いたします。よろしくお願いします、はい、ありがとう、ありがとうございました。はい、ということで健やか太郎から変わりました。勝負玉が27個、これはまあまあ、まあ AT レベルがね、僕らが分かんないですけど、まあまあ伸ばせれるんじゃないかなと思います。はい、27個、よし、これ勝負、いけそう、あーマジか、
マジかよ。これで7個8個。10個目。あーパンチ決まって、マジかよ。残りがね13個あります。これがまあ前世の勝負ですよね。はい、1個もウェイズ13個、真剣勝負。そろそろ早いのちょうだいよ。50% 全くいけんね。はい、ラスト27個あったので、継続したのが何回2回まあまあ、しゃあないっすね。はい、トータルが2284枚で終了。押し押しで成功すれば、はい、100アーメンして当たりはなし。せっかくね、健太が貯めてくれたんですけど、まあ、生かすことはできんかった。この温度の限定戦の賞は101ゲーム250サービスでやめまして、10台探したいと思います。ですね、残り実践時間がもう2時間切ってるんですよ。ということを考慮すると、本当に期待値高い台がもう A タイプになってくるわけですよ。ということで、またですね、まあ、ジャグラーコーナー回ろうかなと。まあ、全てに関してこの番組は県が許される番組なんで、期待値なかったら打たないですよ。それは今まあそのバジリスクチャンス6回引いてるんですけど、で赤同色が1回だけなんですよ。もうちょっとね、あと1、2回その同色が青でもいいんで来てもらったら、もうちょっと粘っていこうという根拠になるんですけど、まあでもスルー自体はまだ1回だけなんですよ。1スルーだけなんで、正直まだ全然わからないっちゃわからないんですよね。ただ今の感じで言うと4ぐらいかなと僕は予想してるんですよね。なので今のところまだ玄之助でずっとやってるんですけど、次もスルーするようだったらちょっと次おぼろで見てみようかなと思います。なんですけど、4スルー若干期待値あるんですよ。なんでですけど、まあボボロだって満月とっていうわけで、ちょっと周りを見てもっといい台がないかというのを調べてみます。リセット濃厚の北斗の剣転生593アービシモード B を期待して打っていきます。
ていうか、あのケンタがだいぶやってくれてるみたいなんで、どうも転生でやっちゃおうかなって思います。お願いします。俺たちの組織キングを倒す。すいません。申し訳ないっす。変則押しした次のゲームにラオがいました。あー、1個乗りました。勝負玉5個っすね。5個で勝負です。やっていきます。2個でぶっ倒します。はい、今日乗るに乗ってるケンタがそこにいるんで、ケンタに託します。いやー、どうしたどうした、なんだどうした。いやー、ちょっとお二人に呼んだかい、本当に相談があるというか、相談、真剣勝負勝てる気がしないですよ。俺なんか文句でもあるのは。いや、真剣勝負まだ引きずってる、まだ引きずってる、だって終わっとるやん。 あんだけの球、スコヤカペンタが、食べたのに食べたやつ、食べた、いや、スコヤカケンタって何ですか。スコヤカケンタ、何て言われたっけ。スコヤカタロウ、ちゃんと間違えてる。頭がおかしくなってきたよ。アイスのせいよ、全てはアイスのせいで、このカットだから俺もね、歯がずっと痛いよ。ズッキズキしよう、奥歯が。ちょっと健やかに、今日はマジでちょっと力を借りようかなと思って。いや、いいんじゃない。今何個あんの、新居賞。3個、3個が十分。まあまあ、勝てる、勝てる。うん、はい、いけそう。あ、いけます。大丈夫ですか、はい、さん大丈夫。本当はね、そういう番組ではないんだけど、はい、まあ、今日はやっぱね、この一つ変わるのが硬いとかっていう話じゃないけど、今日なんかいい感じだから、はい、そうですね今日ダメに乗っておはる、いいかも。わかりました。じゃあ、また行きましょう。じゃあ、行く前にここで黒バラ軍団、リノさんクイーズ。リノさんの好きなものはなんだ。あ、ピノさんの好きなものはなんだ。はい、好きなもの、これはヒロシが答えて、リノさんが正解を言ってもらいます。あ、さっきと一緒。一緒です、はい。何択みたいな。4択です。4択はい、あのもういいですか、はい、答えはあるんですか。答えはあります。はい、答えはあります。はい、1つ目、玄之介。あ、玄之介。あ、玄、はい、あ、2、喫茶店。喫茶店、はあ、えらい飛びますね。そう、うん、ジャンルがいろいろあるんですけど。3、白い車、はあ、4、ライブチャット。あ、ライブチャットね、これちょっと難しいかもしれない。難しいな、はあ、まあ、ライブチャットってもね、はあ、いろんなものあるでしょ、多分。まあ、もう含めトータル、玄之介って、まあ、はあ、まあ、そうね。いや、でもまあ、やっぱ勝つ上では玄之介は、はあ、分かった、はあ、何、4番のライブチャット。さあ、正解はどうでしょう。好きか嫌いかってたら好きです。はい、普通に好きです。そこは認める。はい、まあ、さっきやってないですけどね。はあ、さっきやってないけど、はい、まあ、もう何年か前はもう気が狂ったようにやってました。まあ、毎月ね、どんぐらいだろうな。3000万、4000万ぐらい使ってるんですか。うわ使ってました。それのために、それのために。すげえ。で、覗くのがおもろいのよ。お金もかかんないし。結構本当やん。本当の人プロやで。ガチチャット。ガチプロだから。ガチプロ、元ね。元ガチプロやから。チャットの専業ではなかった。専業ではない。だから専業。だから、お金稼げんや。あ、そうです。ちゃうやん。はい、違うんですか。出てたわけでもないですか。出てたわけでもないですか。なんで俺がやねん。なんでやねん。みたいな感じで。もうええわ。とりあえず、スコヤカが、はい、とりあえず戻って、はい、3個勝利すると。3個で。
頑張ろう。とりあえず継続させます、はい、頑張ろう。終わりました。お願いします。はい、行きましょう。頼むぜゲンタ。はい、じゃあヒロシがね半泣きでお願いしてきたんで継続させてないと思います。行きます。大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。はい、ということで、まあこれが平常運転の健太です。はい、頼んだ俺がバカやったわ。なんでモード B ってことを信じてとりあえずモード B 天井まで行ってきます。おーい、モード B やったっすね、よかった。はい、というわけで安定のそんなものか。はい、安定のタンパクワンセット、129倍っすね。このアイムジャグラーなんですけど、今日6の17ビッグ6のバー17ってなんか結構すごいあれになってるんですけど、攻めのジャグラーっすよ、攻めのジャグラー、逃げじゃないっす、これいきます。うわーよかった、あ頼む。おーい、はいはい、というわけでまだまだこの台打ちたいんですけど時間ということなんで、もうここで終わりにします。781枚、投資が1550枚で回収が781枚でした。1000枚届かず全然ダメやった。はい、このおきどきなんですが、当日736ゲーム余りで、まあ、天井狙いをして当たったら32ゲームマジやめ、マジ引からっかな。おお、マジ引からんかなーで引かれちゃいました。770。あ、ビッグやね。オッケー、うまいな。はい、ということで天国はなしというところなので、この台は32ゲームでやめまして A タイプ主体でですね探していきたいと思います。ようやくねジャグラーで見つけました。マイジャグラー3で1805回転で10の7、106分の1ですね、うん、まあ、確率がいいのを攻めるしかないかなと思うんで、この台打ちたいと思います。おお、早っ。打ち出し数回転でチェリーペガリーノ、うん、やった。144ゲームでございます。あ、チェリーレギュ、うん、ジャグラーが結構本当に甘めに使ってるんで、この台が最高設定か否かは分からないですけど、まあ、マイジャグラーなんで4号ぐらいあれば、まあ、十分かなと思われます。これがねどこまでも連れて、おお、よかった。どこまで連れてかれるか分かんねえって言ってたらよかったぜ。312ゲームでございます。単独 OK ということで、実戦終了時間来ました。なんとかですね、僕のプラス3枚は1000枚以上だったと思われます。詳しい結果はですねエンディングでお伝えしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実戦終了いたしました。はい、終了いたしました。まあ早速なんですけど、はい、まあ、結果から結果から、うん、行こうかなと思います。はい、僕から行きましょうか。そうっすね、で僕が僕はですね投資が1550枚、回収が、はい、なんと781枚、おお、はい、トータルマイナス769枚となりました。申し訳ございません。まあでもなんとかね、はい、帰ってきたんですね。まあ半分は半分帰ってきましたね。じゃあ早速僕の結果なんですけど、はい、投資がですね450枚、回収が2011枚でプラスの1561枚。すごい。まあさすがに関しては、本当さすが、出玉に関してはね
健太郎、はい、の出玉なんですけど、はい、期待値を追ったのは僕なんで、あそうですね、本当にね、よういい台拾えた、はい、今日に関しては、うん、だからもう本当に黒バラ、本当の黒バラみたいな立ち回りをしたような感じもするし、はい、朝からね、言ったじゃないですか、はい、今日はガチガチにして、はい、ガチガチに、もう1000枚をちゃんと目指そうっていう、はい、そういったね、はい、立ち回りができたんで、はい、大満足でございます。大満足でございます。よかったでございます。なんですが、はい、まあ、やっぱり僕もね、立ち回って、まあ、ああやってね、スコヤカ太郎がやってくれたわけじゃないですか。はい、やっぱ落ちたね。あのね、連敗は本当に落ちました。落ちました。あの練り茶ぎしてやろうかなと思ったぐらいその心情がね、ちょっと涙目になってましたけど、まあなんとか本当にさっきも言いましたけど期待値を得たんで良かったかなと思います。で、僕がプラス1000枚を出せたので、はい、お願いします。はい、九州のね、福岡の名産品ラーメンセットをね、1名の方に、よかったね、出します。やっとお届けできます。5戦目で2回目ですね、はいはい、やっとですね、長かったっす、長かったっすってか、どうでした今日僕とそう、まあ、立ち回ったというか、はい、一緒にやってみて、はい、ちょっと変わりました。そうですね、面白かったですね、打ち方とかも、前回まではね、うん、なんか結構隣同士で座って、うん、ちょっとね、まあ根拠のない台をね、打ったりとかっていうのが、まあ多かったし、それはやっぱいかんよ、ですよね、と思う。だから状況を指すことはね、島をこうどっちか積もるぐらいの感覚で行くんだったらいいと思うんだけど、今日僕朝とかもそうだったんですけど、そのバジリスク絆で入る傾向も分かんなくて、やっぱり打ってしまったら判別しないといけない、で積もれたらでかいんだけど、積もれなかった時を考えたらやっぱりどっちが多いかって言ったら積もれないことが多いんですよ。それだったらやっぱり周りの状況を見て立ち回った方がいいかなって初見のお店だと僕は思うので、まあ次回もね、そういったところを踏まえて2人にはねちょっと立ち回ってほしいかなですね、思いますよ、勉強になりました。あと僕今日のリノさんの辞める勇気、はい、いや、オキドキでモード B の可能性もあるけど、あそこでスパッとやめられるんやっていうのをすごく僕は、はい、勉強になりました。それよりも先の、だから言ったんですけど、今の期待値よりも先の期待値、だから周りのリセット状況を見た方が、なんかその長い時間を見たらいいんじゃないかなと思ったんで、そういった決断を、まあ、僕そういった立ち回りなんで、見られるとこがあったらね、はい、ちょっと僕は言える立場じゃないですけど、次回につなげていただきたいかなと思います、はい、ちょっと真面目に語っちゃいましたけど、こんな真面目な番組やったっけ、こうならんとお届けできんけ、うん、これで、ね、はい、これでいこう、ね、そうだからそれを目指して、はい、まあ、次回は、まあ、誰か分かんないじゃないですか、はい、そういったところで、まあ、万枚を目指せるスペックの台で、はい、そういった立ち回りをしたらいつかついてくるんじゃないですか。そうですね、万枚っていうのはね、確かに博多ラーメン応募のフォームはこちらでございます。やった、初めてできた、初めてで、こちらで打たれてないでしょ、打たれてだけで一人でやってるでしょ。じゃあ行っちゃってください、はい、ということでですね、2017年一発目のくす玉でございますね、はい、リノさんがゲストに来ていただいて、はい、見事、お届けできました、はい、これからもですね、ヒロシ、ケンタともにですね、はい、頑張っていきたいと思いますので、はい、今年もぜひ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。こんな真面目な番組頑張りフリーマガジン九州版が2017年1月27日に登場します。イエーイ、よっしゃよっしゃ。ホール情報やジャンバリの番組情報、グラビア、ポッカ吉田さんの書き下ろしコラムなどなど、お得な情報が盛りだくさん。え、てか皆さん、俺たちのこと知っとうと？フリーマガジンのトーケン。え、それ今日持ってきとうと？持ってきてない。ファイ